皆さんこんにちは、虫岡です。というわけで真夏の河川敷に来ております。灼熱です。くっそ暑いです。しかしこんな灼熱の河川敷に来たのは理由があります。このね、何もないような河川敷にしかいないバッタがいるんです。実は動画にしなかったんですけども、虫岡2年間ぐらい探し続けてたバッタがいるんですね。河原バッタというバッタでございます。名前の通り、こういうあまり草が生えていないような河原にいるバッタらしいですね。で、近年そのバッタの生息地は結構失われているみたいで、僕の住んでる神奈川ではもうほぼ絶滅してるんじゃないかと言われております。で、本日来ているところももう局所的にしか生息していなくて、絶滅危惧一類と言われている種類だそうです。なんか河川工事の影響とか洪水の影響とかを受けやすいらしくて、去年まで住んでいたところで急にもう見れなくなったりとか、生息地がどん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 失われているそうです。というわけで今日はそんな河原バッタを探していこうかなと思います。さあ、じゃあちょっと河川敷に行く前に、ちょっとこういう草むらの方でどういうバッタが見れるかを見ていこうかなと思います。結構もう飛んでるね。あ、いた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 。殿様がいます。車バッタモドキがいますね。若干緑かかってますね、この車バッタモドキ。このバッタはいろんな環境に適応できるバッタですからね、きっと皆さんの身近なところでもよく見かけるバッタじゃないかなと思います。でマジガンガン飛ぶなバッタ、ここめちゃくちゃいい環境。今ね、蝶を見つけた、網を振ったら、これジャコじゃねえかな。そうですね、これジャコアゲハですね。このね、お腹が赤いのが特徴なんですね。確かにこの河川敷よく考えたらジャコアゲハの幼虫よくいましたね。これ多分折ったしてなかったのよな。ジャコアゲハ折った、折った。ごめんよ。これは河原バッタに似てるけどイボバッタっぽいな。しかしまだ折ったしてなかった。折った。キリギリスが鳴いてるね。見たいね。少量バッタがいました。かわいいね。こいつはオスですね。チキチキバッタと呼ばれるやつです。なぜチキチキバッタと呼ばれるかというと、飛ぶときに羽がチキチキチキって言うからですね。言ってくれるかな。イエーイ。マジか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 。ちょっと待って、俺今初めて見た昆虫がいたんだけど。あ、いた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 。うじゃうじゃいる。あれ、庭半妙とかじゃない？ちっちゃい半妙がいるよ。取れた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 。これ庭半妙だね。結構普通種らしいけどね、実は虫岡庭半妙見るの初めてなんですよ。こんな河原にいたとは。おった。さて、じゃあそんな数歩歩けばいろんな昆虫が見れるこの環境で、絶滅危惧種河原バッタ探してみたいなと思います。いやー、この草地にいるのはわかるけど、マジでこんなとこにいる？よくしょ。
でけえな、殿様やろあれは。そうですね、なんとか捕まえましたが、これは殿様ですね。色も褐色でちょっと瓦バッタっぽいけど違うよね。大きいしなこいつ。いやマジでなんもないっすよ、ここ。こんなとこにいる？昆虫がいる気配がしないもんな、もはや。なんか飛んだぞ。マジバッタがいた、間違いなく。ほら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 、あれそうじゃない？見えた今。あ、いった、マジでいた。やばい、マジでいた。うーわ、ちょっと待って、捕獲します。本物や、マジか。河原バッタです。うーわ、お前こんなとこにいたんか。うわ、感動だわこれは。あ、逃げた、ちょっと待って、ちょっと待って、逃げた逃げた。あ、こっち向き。今逃げたから捕まえようとしたら、普通に 2,3 匹河原バッタが飛び立ちました、この河原。いや感動だわマジで。そしてね、河原バッタを捕まえたらみんなに見てほしいものがあったのよ。見てください、この羽、めっちゃ綺麗なブルーな羽してるんですよ。これが河原バッタの証拠でございます。いや正真正銘の河原バッタだ。河原バッタ、おった、おった。はい、というわけで無事絶滅危惧種カワラバッタに会うことができました。いや場所によったらね、確かに見れる昆虫かもしれないんですけども、さっき言ったみたいに今日来たこの県ではもう絶滅危惧種一類になっているような、そんな昆虫でございます。でもね、こうやってまだまだうじゃうじゃといる場所があるということで、もうちょっとこういう環境を残していけるように環境にも向き合っていかないといけないなと思います。というわけで、皆さんの地域にももしかしたらカワラバッタいるかもしれませんが、その環境を大事にしてもらえたらなと思います。というわけで、この動画面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました、ムショカでした。一体愛って何ですか、どんなに抱き